こんばんは。動画の視聴回数気にしてばっかのイエスタデイ、広瀬文也です。今日は、オフィシャルヒゲタニズムの新曲イエスタデイです。何度失ったって取り返してみせるよ。雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその対象に誰かの表情を曇らせてしまったっていい。悪者は僕だけでいい。本当はいつでも誰もと思いやり合っていたい。でもそんな悠長な理想論はここで捨てなくちゃな。遥か先で君へ狙いを定めた恐怖を、どれだけ僕は払い切れるんだろう。半信半疑で世間体気にしてばっかのイエスタデイ、ポケットの中で怯えたこの手はまだ忘れられないまま。オフィシャルヒゲダンディズムでイエスタデイでした。ちょっと短めなんですけど、一応原曲キーです。でギターをいつもと違うちっちゃいクラシックギターに変えております。理由はですね、このファルセットが僕ちょっと出しづらくて、いつものアコースティックギターだと小さい音量で歌わないと出ないところをアコースティックギターでかき消しちゃうんですね。だからちっちゃい音しか出ないちっちゃいギター、それも柔らかい音色のギターを使ってなんとか形にしてみました。いかがだったでしょうか。途中のねコードチェンジがすごい早くて、ゆっくりにしても抑えづらいかもしれないんですけど、よかったらコピーしてみてください。それじゃあまた明日。バイバイ。